第四宰相浜口お札の歴史、東京帝国大学を卒業し大蔵省に入省、ガチエリート専売局長官となり、後に立憲同志会に参加、衆議院議員に初当選し以後6回当選します。県政会総務を務めた後、加藤高明内閣の増相、第一次若槻内閣の内相増相を歴任します。立憲民政党の初代総裁になり、党党首相に金解禁を断行し、ロンドン海軍軍縮条約の調印を行います。しかし東京駅で狙撃され重傷、腸の 30% ほど摘出する手術で一命を取り留めるも、手術の成功は彼がおならをするかどうかにかかっていました。そして日本国民が固唾を飲んで見守る中、ガス伊豆の新聞記事に国民は歓喜。しかし翌年死去しました。10時間世界史、12時間日本史で検索。